じゃじゃじゃーん。この前ですね、タビオで大量に靴下を買ってきたので、今日履いていく靴下選びしていきたいと思います。これがですね、全部タビオのメンズで買ったものなんですけど、めちゃくちゃ柄可愛くないですか？これは恐竜の柄で、でこれはいろいろランダムで色が入っていたりとか、ちょっとペンキを散らしたようなストリートっぽいデザイン。これはすごいシンプルですね。スーツにも合わせられるような、ちょっとだけアクセントで細かい色が入っているやつだったりとか、あとはですね、これ結構お気に入りなんですけど、こういう風にサイドにピンクのラインが入っていて、しかもこれビジネスマンが書いてあるんですよね、イラストで。超可愛くて、これは本当絶対買おうと思って一目惚れしたやつで、もう一個ちょっとストリートっぽいデザインですね。靴下の後ろ側のところにこういう風にアクセントで文字と柄が入ってるやつとか、こんな感じでこの前たくさん買ったんですが、どうしようかな、どれにしようかな、天の神様の言う通り、鉄砲撃ってバンバンバン、もう一つおまけにバンバンバン。今日はこちらの靴下でいきます。じゃじゃーん。なんとですね、キーボードとかをたくさん使っているふもふのお店さんからですね、静電容量無接点方式のキーボードをいただいたんですよ。なので今日ちょっと早速朝のメール返信で使いたいなと思うので開封していこうと思います。それでは早速いざオープン。じゃじゃーん。お、中国製の製品って聞いたので、あんまり保護剤とか入ってないかなと思ったんですが、結構綺麗に梱包されていますね。で、こちら接続用のケーブルっぽいですね。よいしょ。すごい。ケーブルの先っぽにもちゃんと保護カバーがついてます。うわ、珍しい。こっち多分パソコンとつなぐ側になる方が USB-A なんですけど、これめちゃくちゃ珍しい接続端子ですね。最近あんまり見ないですね。で、今回いただいたキーボードはおそらくキーキャップとかが外せるので、外す用の器具もしっかりついてきてくれてますね。これありがたいですね。ふもふのお店さんのキーボードって結構カスタマイズ性が高いものが多いので、このあたりは今後しっかり楽しんでいけそうですね。で、こちらが肝心の本体になります。ちょっと開けていきますね。なんか静電容量無接点方式だと私 HHKB ぐらいしか触ったことがないので、あれ結構軽いんですよね。持ち運びすることも多分想定しているので。で、こっち今回いただいたのはフルサイズの10キーがついてるキーボードなんで、それもあって結構重ためですね。あと打ってる最中に動かないようにっていうのもあるんだと思います。では、いざ。シャララーン、オープン。おお、渋い。どうですかね、こんな感じのちょっと独特のデジタルっぽい可愛い感じのフォントが印字されてます。で、私が日本語配列が好きっていうこともあって、今回これ日本語配列だけだったかな、モデルが日本語配列のものだったので、ぜひですね試してみたいですっていうことで今回送っていただきました。で、私今回このキーボード軸が選べるっていうことだったので、こんな感じのデイジーという軸ですね、ちょっと薄黄色の軸があるんですが、そちらを選ばせていただきました。このデイジーめちゃくちゃ打ち心地が軽いらしいんですけど、実際今こう軽く打った感じでも本当に軽いのがわかりますね。なので HHKB とかと比べても打鍵感が全くと言っていいほど違います。静電容量無接点でこんなに違うんだっていう感じですね。今本当に検証編で悩んでいて、マウス握るのもちょっとキータッチするのも本当にしんどいので、ああ今回やっぱこの軽いのお願いしてよかったなって感じです。ちょっと早速使ってみようと思います。
電源つないだら無事ですね。ロゴマークがパッと表示されました。この表示のされ方渋くていいですね。おお、でこの点キーの部分なんですが、ここのナムロックボタンで機能がいろいろ切り替えられるみたいなんですよ。でまずここが赤く光ってる時が電卓モードですね。こんな感じで電卓が簡単にできるようになってます。で消したい時は多分ここかな。これありがたいですね。私今までいちいち計算するとき画面上に電卓出すか、あとは物理的な電卓をわざわざボックスから取り出してたので、これはマジでありがたい機能ですね。今後結構使えそう。しかもボタン1個で切り替えられるっていうのが非常にありがたいですね。あ、しかも切り替えた後もデータが残ってる。これもいいな。で、ここが何にも光ってない時はナムロック で、これめっちゃ面白いなって思ったんですけど、これタイピングされた回数をこんな感じで1分あたり何回タイピングされたかっていうのを記録してくれるらしいんですよね。これは面白い。たまにタイピングの練習とかするので、ちょっとこれ見てどれぐらい自分が綺麗にタイピングできているのかっていうのを今後ちょっと目安にしていこうかなと思います。これ結構キーボード好きにはありがたい機能ですね。深山の資料室へようこそ。こんにちは、深山です。じゃじゃん。1時間以上撮影してからこれからぐれ編集までしてお腹減ったので、ちょっとおやつにちくわいただきます。実食。うん、おいしいです。じゃじゃーん。この後ちょっと出かけるので、買ったばっかりのアディダススタンスミス履いていこうと思います。
このスタンスミス、リサイクル素材でできてるんですよ。なので革なんですけど、結構環境に優しいやつっていうことで、今回あえてそちらのモデルを購入しました。ちなみにサイズは日本サイズだと25センチですね。私靴下もあのメンズ用じゃないとちっちゃくて履けなかったりするので、結構足は大きめです。じゃん。最近寒すぎて耐えきれず買った手袋です。これアコメヤっていうオンラインショップで買ったんですけど、これこういう風につけると指先がちょっと出るんですよ。なので結構スマホがいじりやすい感じでお気に入りです。イエイ。本日のコーデはこんな感じです。カジュアルあったかコーデですね。おろしたてのスタンスミスで早速行ってこようと思います。もう映画館に行って映画見てもそのまますぐ直帰してみたいな感じで、もう用事だけ済ませてさっと帰ってこようと思います。では行ってきます。じゃじゃん。今日結構やることとか、あと外に出かける用事とかがあるので、今日1日のスケジュールをこの iPad mini のプランナー4 iPad に書いていって、なるべくですね取りこぼさないようにできたらなと思っています。映画を見に行くときはこんな感じでスケジュールを組むことが結構多かったりしますね。今日はハウスオブグッチというリドリー・スコット監督の新作が公開される日なので、ちょっとこちら見に行きたいなと思うんですが、この映画3時間近くあるんですよ。なので移動時間も含めて結構前後の時間は余裕を持って撮った形にしています。例えばこの映画みたいに動かせない、もう確定したスケジュールがある場合は、それに合わせてここの周りとかをどういう風に組み立てていくかっていうのをこのプランナー4 iPad で考えておくと、結構一日がスムーズに過ごせたりするので、一日ですねなんか忙しいだけで何もできずに終わっちゃうみたいな人は、ぜひちょっとこのプランナー4 iPad を試してみてください。おすすめです。
今日はですね、このメイドインイングランドのドクターマーチンのブーツと、あとはこの前買ったばっかりのネックウォーマー、ちょっと早速つけていきたいなと思います。でコートはプラス J のお気に入りのダッフルコートですね。でもうこの後は本当映画見て、映画だけ見てさっと帰ってくる感じなので、サクッと行ってきたいと思います。それでは行ってきます。皆さんこんばんは、三山です。今ですね、もう映画からとっくに帰ってきて、で全身シャワーも浴びて、で持ち物とかも全部アルコール消毒して、お腹ペッコペコだったので、ご飯もですね、夜ご飯もたくさん食べて今という感じです。で早速ちょっと今日撮ってきた素材を、データとかが消えたりしないうちに、この中に、このパソコンの中にバックアップ取っておこうかなと思います。あとはですね、まだメール返さなきゃいけないとか、あと昨日撮ったサブチャンネル用の動画編集しなきゃとかあるので、今のうちに眠くなる前に作業したいと思います。